るで手榴弾のようなものがたくさん落ちています。一体誰の仕業でしょうか。結構なサイズなんですよね。これは蝶やがの糞です。かなりの大きさなんでね、これ相当でっかい個体だと思うんですけど、この犯人は一体誰なのか。この木の中のどっかにいるはずです。探してみようと思います。キマダラカメムシです。外来生物ですね。こいつの糞ではありません。オマダラカミキリです。結構大きい個体ですね。でもこいつではありません。分かりにくいな。ウマオイ的な、なんかキリギリス的なやつもいますね。がっつり枝を切ったらついに姿を現しました。でかいです。オオミズアオの幼虫です。以前ね、ここにあのオオミズアオのあの親を連れてきたんですけど、したらそれ卵産んじゃったんですよね、僕の服にも。そいつの子供だと思います。いや、でっけえなー。いやー、いました。いや、綺麗ですね。これはね、あの毒全くないですよ。あ、でもちょっとチクチクすんだな。幼虫触るの実は初めてなんです。すごい肉厚です、ね、このサイズですよ。すごいですよね、はい、あのちょっと手に乗っけて撮影しようと思ったんですけど、この後ろ足の一番最後はね、めちゃめちゃ強いです。いや、すごいな、まあ、手に乗っけてるうちに、はい、あのこっち来ねえかなと思ってますけど、いやー、こっち来い、離れろ離れません。すごいな、やっぱりね、こんだけの図体なんで、きっとあのね、しっかりとぶら下がっても大丈夫ないの。ほら、こんな感じ。とりあえずあの3対のしっかりした足があって、あと吸盤状の足が2、4、6、8ね。僕ね、このちょっとこの先端から生えてるこのイボ毛みたいなやつがね、アホ毛みたいなのが面白いですね。あのちょっと触るとザラザラとチクチク感が若干あります。このね、やっぱ何よりも透明度のあるこの、ね、エメラルド色すごい綺麗です。ちょっと感動でしょこれいやー、まさか僕の服についてたね、あの卵がこうなるとは思いませんでした。ちなみにですね、どんだけ一日食べて糞をするのかっていうのをちょっと調べてみようと思って、一時ね、こんな感じで言ったんですけどね、32、33、34、35、36個もうんこしてます。一晩っていうか、まあ、一日24時間ですね。すごいですね、このサイズですよ。あ、なんかね、昨日よりもちょっと飴色が強くなってきたような気がします。もうじききっと8日であのさなぎに繭を作るんじゃないかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。